遅刻は七時を回りました沖縄プライムの時間でございます、えー、本日は九月二十三日金曜日、えー、ですが収録で、えー、今回もお送りしております今回の MC はこの方ですそれでは自己紹介どうぞはい、那覇市議会議員の奥間亮ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします奥間、はいえー、さん先月に続いてということで、はい、最近 来てくれて嬉しいですね <laughs> まあ収録になっちゃってるんですけどやっぱ選挙イヤーなんでもうどうしてもちょっと収録じゃないといけないんですけどねそっか今回那覇市長選挙が市長選も控えてます、はい、10月23日に。 あります、ね、おもうすぐですねねもうぐ、ん、で、はい、だから来月の時にはもう一応終わってはいるところですから、ねはいはい、そうですねはいはい、はい、まあえー、っと今日はですねまた奥間さんといろんな話をしていきたいなと思っておりますなんか最近新聞にも出たということなので、うんはい、それについてもお伺いしていきます。はいえー、沖縄プライムこの 番組収録なので今回はえー、っとですねメールでお寄せください感想などご意見などありましたらぜひぜひよろしくお願いしますメールアドレスが、えー、797-FMGNOWAN.com です 797-FMGNOWAN.com はい、えー、ぜひぜひよろしくお願いしますそれでは 8時まで本日収録放送でお送りしていきます最後までお付き合いよろしくお願いします将来の夢は漫画家になりたいです好きなことは絵を描くことです自分は自分であって大丈夫あなたの成長や未来をみんなで見守っているよ8月17日は地域とともに成長の日公益社団法人ギノワン青年会議所は子どもたちの成長を見守る社会を目指します NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会をつくるため人々の絆を強くするため私たちはゆいまわるの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人プロミスキーパーズ将棋の盛んなち宜野湾市に将棋道場が誕生しました将棋を楽しみたい方本格的に強くなりたい方一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか 豊田杯、将棋沖縄リーグ参加者募集中土曜トーナメントも開催中段球は問いませんぜひご参加ください豊田塾、宜野湾将棋道場で検索あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は8 9 2八8 6 8 8安心事前のご相談は「葬儀社進化へ」 さあ沖縄プライムでございます、えー、本日は那覇市議会議員の奥間亮さんですはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいさあ、えー、早速ですが奥間さんはいえっとなんか新聞出たということそうですね僕は実は気づかなかったんですけど、あのー、はいなんか9月15日ですかねの沖縄タイムスだと思いますがはいはい、えー、結構こう刺激的な ですね、これちょょっと僕が読みましょうかタイトルが「はい、辺野古が唯一というな自民奥間市議の発言が波紋那覇市長と言わムード」ということで「なぜ?」ということですが那覇市議会9月定例会の一般質問で14日9月14日ですね自民会派の幹事長の、えー、奥間良氏が辺野古新基地建設について日米両政府は 県民投票の結果を尊重すべきだ辺野古移設が唯一の解決策というなというのが私の意見イデオロギーよりアイデンティティまさにその通りと発言しました引退する城間幹子市長の2期8年の労をねぎらい城、えー、間氏が次期市長に 市民福祉の向上に全力を挙げてほしいと期待したことに私も同じ考えと持ち上げましたその上で、えー、過去の追求で疲れさせたかもしれないが許してくれるんだったらいつか委託したいというムードを演出したということですアピールの背景には10月の市長選で白間市に自民党が推薦する前副市長の知念さん知念悟ですかね 市を、えー、支援してほしいとの期待がありそうということです奥間、えー、さんのこの発言に自民主義の一人は党の本心に反すると問題視した別の主義は市議は真意は本人に聞いてほしいと困惑気味だったということですがはいなかなか、えー、なかなかの記事じゃないですかこれそうですねかなりこうなかなかの突っ張ってますね いやまあただ結論から言えばですね、はい、その自民主義がうんぬんって話がありますが、はい、僕は全くそんなの聞いてないですし1ミリも波紋なんて起きてないんですよね <laughs> あ。じゃあ誰からも別に<で>、はい、そういうことは言われてないっていうあの。まあ、一番その私はあの一応住民主党に所属してて、はいえー、那覇の選挙区衆議院一区の支部長は、はい。 あの国保幸之助衆議院議員なんですけどね、はい、えちなみにし国保衆議院議員に、まあ、趣旨を説明したらですねこういうコメントが返ってきまして「はい、常識的な内容です」と「あ当然です」って「う了解しました」っていう,あはいう全く1ミリも、うんはい、問題ない問題ないどころか、まあ、常,識的常識的な内容ですと。はははいはい、はい <laughs> いうことなんですよ。で、それをですね、うん、まあ、ちょっと今日は。 1>, あの1時間たっぷり解説していこうかなということです。と、はいうことです。ね、はいうことです。いです。まずですねちょっとその記事もあの僕私も取材も全く受けてないのではい、はい、急に書かれてびっくりはしてますしはい、はい、あとちょっと見た目ちょっとこう、まあ、むしろ逆の印象を与えるようなはい、はい、ちょっと私としてはかなり不満なんですけどねうん、うん、ちょっと抗議したい気持ちなんですけど。はい まあ、あのー、まあただここで、まあ、ある意味注目されて、はい、私も説明する機会を設けたりもしましたからまあ別に結果的にはなんですけど、はい、まあでもこ,んなこういうちょっとこう取材されないで記事こういう記事あ取材されてないな、えー、に乗るのは不本意なんで、うん、今後はやめてほしいなと思いつつも、まあ、ちょっと今日説明しますとえっとですね、まず内容が 私、今、手元にあの、まあ、議事録ではないんですけど、私が発言したあ、まあ、議会事務局から提供、内部資料としてですね未抵抗の原稿を,、はい、を受けて、それをもとに私が、あのー、作成した資料なんですけどね、発言の内容とほぼ一緒というふうに捉えて大丈夫ですね。は,はい、はい はいはい、で、えっと、その内容をちょっと読み上げながらちょっと解説する形で今日はお話ししていきたいんですけどまずですね、えっと、私が質問をしたのは議会で質問したのが、はい、まあ引退会見っていうのを白星、えー、長が5月に行ったんですねその時に結構そ,それがすごい記事になってそれが正直。 衝撃的な内容だったんですけど次の市長に対しては、うん、あの辺野古移設問題の賛成反対とか賛否は問わないいは,いはいう、はい、趣旨の発言があって、うん、それがまあすごく衝撃的で,でどういうことか説明しますと、はい、まあ一応城間幹子市長はいわゆるオール沖縄という,、はいうまあ、勢力の中にいると、はい言われていて、はい、でとにかく、まあ、彼らっていうのはその 辺野古移設問題反対っていうところで、はいえー、ずっとやってきたあわけでその城間市長が、うん、まあ次の市長に関しては、えー、その辺野古の賛否は問わないっていう,う発言をしたのですごくもう、はい、県内政局ででわわっとやたわけですようん、うん、でそれではあの、まあ、私からすると非常に共感しますし。<laughs> はいはい 白間市長今2期8年ですけど、うん、私も10年議員やって最初は小長武市長でしたけど白、はい、間幹子市長に代わってでずっと見てきて私もやっぱいわゆる全然非々の立場、はい、あの何でもかんでも反対とか賛成とかっていう話じゃなくて、はい、ちゃんとこの白間幹子市長が提示する議案に対しては賛成する時は賛成してるす、はい、これは違うじゃないかっていう時は反対してきたっていうのが、はい、まあ事実あるんですね、はい。 でそういう立場の中で、はい、まあ結構やっぱり意見が違うなとかそういう進め方は違うなっていう場面は多かったんですね白村さんと白村さんとは,はい、はい、で特にやっぱり,そのやっぱりこう辺野古反対とか基地問題に引っ張られてるなっていう印象はあったんですよ、はい、ただその中でもやっぱ最後の最後に本人がやっぱり次の市長には辺野古を賛否を問わないとはい、はい、しかも えっとこれ、ちょっと質問の中にも出てくるんですけどね、はいえー、城間市長、こう言ったんですね、あのうん、例えば私が次期那覇市長選挙の支援をするとすれば、はい、市民福祉の向上やえ地域の発展などに全力を挙げてもらいたいという、その一点であり、うん、ことさら政治的姿勢を問うものではございませんという発言もあったし、うん、しかももっと言うと,、えー、っと、この政治的対立とか、はい が、ああ、こう市民福祉のおそういう姿勢にもおちょっと影響を及ぼしちゃった側面があるんじゃないかみたいな,な自ら言ったんですよね、えー、会見の中で。はいはい、だからあのなかなか突っ込んでますよね。うううえーえー、なのでまあまさに私もそう思ってたんですよ。うそう思ってたのをまあ自ら発言されたので、はい、ええー、まあ非常に共感もしましたし。うん えー、城間市長が最後にこういう話をしてくれてありがたいなというふうに思っていたわけですそれで、えー、それがですねそれを聞いたのがまた前の,その6月議会だったんです今回9月議会になったのではい、はい、私はこの考え方に今も6月議会ではそういうふうに話してましたけど、はい、今でも変わりないですかっていう質問を今回したっていうのが記事になったっていうことなんですねはい、はいはい で改めてその今回、変わりありませんかって私が聞いたことにど,んどういうふうに答えたかというと,、はい、えっと5月2日に引退会見を開きいろいろ思いを述べさせてもらいましたと。はい、政治的対立であるととかそういったことが えー、市民福祉の向上に影響したんではないかと考えられる場面もありましたと、うん、そのことから次期那覇市長選挙においては必ずしも政党やオール沖縄であるとかそういう枠組みに固執することなく、はい、これもすごい発言ですよね。うん、ね政党とかオオーールル沖沖縄縄本人がオール沖縄で前面に立てた <laughs> ですけど、はい、そういう枠組みに固執することなく、うん、で政治姿勢のみを判断基準とすることがないような選挙構図も必要ではないかと私自身考えて述べましたと。じで,で,すで,すで最後にですね、うん、この思いは5月の引退会見で偽らざる信条を吐露して以来、うん、今日まで変わることはございませんと吐露したんです <laughs> またこの表現もね。なかなかうん 味がある表現ですよね。偽らざる心情をとろして以来今日まで変わることありませんっていう内容だったんですよ。むしろそっちの方を記事にしてほしかったんですけどそこじゃないっていう、ね。うん、で私がですね、はい、その続いて議事録ちょっと読みますと「えー、まだ任期は残ってますけど8年間お疲れ様でした」と言ったんですね。うん、で「お疲れ様でした」と私今白間市長に言いましたけれども、はい、多分。 おはあんたのせいで余計疲れたんだよと思ってらっしゃるかもしれませんがと言ったらちょっとまあ議場が笑い,ちょっと笑いが起きてですねまあそれは何でかというと私がこの8年間すごく厳しく追及してきたわけですよあの大みそかスペシャルの時に私の質問もあったと思いますけど結構厳しくはいこれまでやってきたんですなんていうのかな 逃げ道塞ぐ的な <laughs> <laughs> まあでもこれ見を取るためなんででそ、ねうん、それはそうですよ別にいじめてるわけじゃなくてやっぱりよりよくするためにこうね警察官時代のこの取り調べのロジックを使うのか使わないのかわかりませんけど結構そういう厳しい追及をしてきてで私もたまに怒られたりした支持者とか、うん、周りの人に。 ね、奥ま銀あのー、ねと言いたいこともやるし、うん、分かるししっかり仕事してるの分かるんだけど、はい、目上の人に「ああいう言葉の使い方きついんじゃないの?」とか言われたりして「すいません」とか言いながら<ー>まあでもただ自分としてはですね結構市民の怒りみたいなのを相談を受けられけです怒りとか悲しみとか。 私フィルターを通してスマートにやったらそのやっぱ怒りとか熱みたいなのが伝わらないんじゃないかっていう私なりの信念もあってですねしっかりその熱を怒りだったら怒りとか、うん、こうちおかしいおかしいでしょこれっていうのはそのままのトーンで、はいえー、言ったりし,たしてたっていうのもあるので、うんはい、まあ,あの私がお困りを個人が。 20代30代の奥まりを個人がこんな大先輩に話してるわけではなくて議員が首長に対して、うん、議会が行政に対してうん、うん、二元代表制の下で追及してるっていうことなのでそこはまあ私なりの信念を持ってやってましたけど、はい、まあでもですよ とは言いつつもでも心の中ではやっぱ同じ那覇高校の先輩でもあるんですよ同じ高校の大先輩をですねあんな大きい声でこう、うん、しかり飛ばすじゃないですけど <laughs> <laughs> おかしいじゃないかみたいな感じでやってたら、はい、やっぱ自分も人間ですからうん、うん、本当は心苦しいんですよ。っていうのもあったので、うん、だからこの議事録で私が話したのは私なりに市民のために必死に頑張ってきたつもりですので。うん もしそう思われてしまったとしたらつまり「はいはい、あんたのせいで余計疲れた」ってうん、うん、<laughs> 思ってたら申し訳ないなと思いますけれども「うん、ありがとうございました」って私喋ったんですね。はい、ほほでいつか城間市長が私のことを許してくれるんだったら、うん、まあこれも半分冗談みたいなもんですけど許してくれるんだったらいつかユンタ託したいなと思ってますっていう話をしたわけです。 あの引退した政治家とかと話するのすごい勉強になるんですよでやっぱ片野にも降りてはい、はい、でやっぱその改めて多分引退して俯瞰されていろいろ物事を見てるんでしょうねはい、はい、自分はこの引退した議員とか先生たちと話すのはすごく大事にしててこれまでもいろいろやってきてる中でぜひ城間市長とは相対する立場にはいたかもしれないけど。うん あの時こう思ってたとかですね。そういうのをいつか聞けたらいいなっていうのは、まあ本当の思いであのそういうあの委託してくださいっていう趣旨。多分これあれですよね。奥馬、ええ、さんこのシロマさんもこういう姿勢を見せたから、うん、あこの人となんか本音で語り合うじゃないけどできるんじゃないかみたいな雰囲気ですよね。おっしゃる通り。なんか感じますよそれは。おっしゃる通りです。あの今言われて気づきましたけど。うん あのやっぱり白間市長の,あの腹くくった発言みたいなのを受てこれはやっぱり自分たちもやっぱりその枠組みとかにとられうん、うん、われたくないっていうのは特に僕自民党の中でも特にこれそれ強い方だと自分は辞任してるんで政党とかじゃなくてやっぱ市民のためうん、うん、世の中良くなればいいと思ってるのではい、はい、別にこの何かの枠組みにとらわれとかっていうのは。うん っていうのを、まあ、白間市長が急にボンって発言したので、共感して。まあ、それに自分も、まあ、こうする形で、っていう。のも、やっぱあったんでしょうね、自分の発言。だから、新聞は、なんか、こう、融和ムード演出家みたいな感じですけど。まあ、そう見られてるかもしれないですけど、まあ、全然、あの、そういう意味じゃなくて。そういう経緯があって、自分は発言したっていうことを、まあ、言いたい。ということなんですよね。うん。 であとはですねその後まあついろいろこう話もしたんですが、はい、まあちょっと省略しますけど、はい、まあ一番そのメイン記事の中でメインとされている、はい、あの普天間飛行場の辺野古移設問題なんですけどもここもですね、うん、私が私その前6月議会の時に。はい 賛成か反対かって聞かれたら今の現行計画ですね辺野古に移設する賛成か反対かって単純に聞かれたら私はそれは理想論から言えば無条件がが多分私だけじゃなくて誰しもそうですね自民党の方々もそうですよねそうですそうですあの安全保障とか無抜きにしてですよ全く何も抜きにしてやっぱ騒音とか危険度とか そしてこの宜野湾市の、ねえー、市街地に窓が落ちてくるわけですからヘリ、はい、こんなとんでもない話を、うん、おがあってそして20年前にはヘリも大学に落ちてこんな異常な状態をですね、うん、やっぱ危険かどうかとは別にしても不安なことは間違いないわけでこんな不安な状態、うん、あるいは危険な状態をおやっぱり。 無条件変換した。それは無に越したことはないという観点から言えば、それは私だって反対、うん、反対ですよ。っていうのを前の議会で言ったんです。はいはい、ただ、やっぱ正しいと、うん、正しいと続くわけ。ただし,、うんし、じゃあ現実的にどうやって変換するのと言ったら、今日日米で唯一約束されてるのが、現時点で唯一約束されてるのが。 そのキャンプ・シュワブ、はい、辺野古に移すっていう、うん、こ移,す移すことで返還する、はい、まあ引っ越しするから返すみたいな話ですよね、うん、まあこの例えが適切かどうかは別にして、はい、えこう移すから返還すると一説条件付き返還ですから、うん、えー これが今現時点進んでいるわけで、はい、まあここもやっぱしっかり見ないといけないよねっていうまあ趣旨で発言したわけですただもう単純に賛成か反対かそれはみんな反対って言うでしょという形なんですという形なんで、う、す、ん、これね私だけじゃなくてえっと島尻愛子衆議院議員が一度3区の補欠選挙に出てで敗れてその後にそにまた衆議院の,えその補欠じゃなくて 通常選挙があって、はい、その時に今当選されて今衆議院になってますけど、はい、その補欠選挙の時の事務所開きでですね、はい、こういうふうに発言してたのを私覚えてるんですよ。はい、あのこの島地雷子さんがですね、はいえー、普天間の辺野古移設、うん、あれ反対し,しない、えー、県民いないですよ、うん、みんな反対ですよそれしれ。 っていいう,うに続いてやっぱ説明すするんですよね容認ってそういう意味でもあるじゃないですか要するに本当は嫌だけどっていう、はいうん、ニュアンスも含めての多分容認とか受任、ね、とかなんでうんそういう意味で、まあ、反対ですよと私も言いましたよとはい、はい、で今回もその、まあ、前も言いましたけど反対ですよと、うん、で私がこう、えー、その時にですねじゃあんで反対っていうのかと、うん、じゃあ私はえー 今、今自分が喋ったのをちょっと引用するとですね、はい、えっと無条件変換がベストであるという観点から答えれば私も,私も反対です。しかし、うん、反対するだけでは普天間飛行場は返還されません。うん、現実的にどうやって普天間を返還するのか政府、与党、自民党に所属するものとして、うん、私がですね、うん 代替案もなくつまり代わりの対案もなく、はい、無責任に反対という言葉だけ答えれば、うん、当人として当の人として誤解が生じますので、はい、アンケートなどがあれば「容認」という趣旨でこれまで回答してきましたつまりこれあの例えば選挙市議選の出る時とかアンケートはマスコミ買ったんですけどその時には「容認」というふうに丸してました、うん、だってあれは賛成とか「容認」とか「反対」に丸つけるだけで、うん、まあ その他でかっこ理由が決まるけどあれ1行ぐらいしかりないのでやっぱそういうのでじゃ説明できないのでまあ「容認」っていうふうに取られるんだろうなと思って「容認」っていうふうに丸をつけてましたけどえただなぜ今反対と私が言ったのかっていうのを説明したいと思いますというふうに続いて言ったんですね。でちょっとこういろいろ反対理由をまあその理由を言っていきたいんですけどあと何分ぐらい ままだまだ大丈夫す、ね、あじゃあまずですね最初に私が議場で紹介したのがですね、はいえっと、南城市の小座市長の意見を紹介しました南城市の小座市長は、うん、あの保守系、はい、あるいは自民党と連携してやってる市長として知られてますけど、はい、あのこれ知らない方も多いと思うんですけど、うん 小座市長は以前から辺野古移設に反対だと言ってるんですね<ー>で私はあの最近電話したりメールしたりしたんですそしたらですね今でもその反対という,う自分の気持ちに変わりはないって今おっしゃってました<ー>で小社市長はですね、えー、なんかそういうあの別にこれ周りにもどんどん言ってくれと言ってましたはいはいはい、はい これはあの多分私の発言とかも見たり聞いたりしてですね私も反対って前から言ってるし変われないよとそれをみんなに言ってくれというふうに言って一、はい、つしかも公にの残ってる記事があってですね、はい、これは今ちょっとラジオなどで見せられはしないんですが地方行政という雑誌というかあの文書があってえ2016年8月22日地方行政第1、えー 1万662号の回なんですけど、はい、これ、時事通信社って下に書かれてるんで、そっちが出してるんですかね、まあ、その記事なんですが、はい、理想と現実の乖離というタイトルで小座市長が投稿してまして、はい、その一部、えーえー、今、紹介しますと、うん、私自身、個人的には新基地建設および埋め立てには反対の立場である、しかし、政治家としては別である。うん 現実問題を直視してどう解決していくか判断しなければならない、うん、理想を求め続けるだけでは現状は変わらない、うん、変わらない基地負担の現状を進展させるには苦渋の選択もありうるというふうに書いてあるわけですね。 ちゃんととそのの後に現実問題どううするかっていいいいは考えないといけなけいい、はい、私とも全く一緒の論調ですよねそういうのを一応あの私だけじゃないんだよっていうのを言いたくて、はい、えその議場で紹介したっていうのがまず一つこれも一応タイムスにも全然載らないじゃないですか記事の分量とかもあるかもしれないですけどそこがやっぱ載ってないっていうのもちょっと私は <laughs> 一つ不満だったはい、はい、ということと、はいはい、そして、えー、その後に私が説明したのがですね、うん まず新基地建設ではないんですよっていうのをの何回も私言ってますけどそれはまたそれも議場で言いましたはい、はい、つまり普天間飛行場の移設先っていうのは60年以上前から辺野古にすでに存在しているキャンプ・シャーブというもともとある基地に移設統合するのであって新基地ではないということですと。はい これね私ちょっと以前気になって調べてみたんですけど、うん、アザヘノコって前輪でも見ても出てきますけど、うん、地図でもアザヘノコのどれぐらいが基地に、うん、基地が占めてるかはい、はい、基地面積がキャンプシャーブなんですけど例えばあの私の地元のロクのグシっていうところは、はい、えっと多くはあの那覇空港の中に、うん、あ,のあるんですよ。<ー>うん、で まあ、あの今住んでる面積あの今住んでるところもぐし 1>,、はい、1丁目2丁目3丁目ってありますけどあざぐしっていうところはあの空港の中にたくさんあるんですね。つまりあの基地とか空港とかの中にあざ何々宜野湾市もだから大山とかも多分そうじゃないですか要するに基地の中にあざ、うん、のお土地がたくさんあってはいはいはい、えー それで気になって辺野古ってどれぐらい基地なのかなと思って調べたら、うんはい、約4分の3は基地です、ね<ー>えー、で今辺野古区とか、はい、辺野古区の公民館とか今住宅とかがありますけど、うん、そこは4分の1にしかなくてな4分の3はもう基地が60年前からキャンプショーブっていうのがある。だかかららいいにもなんか知らない人は、うん なんか新しい基地が作られる辺野古っていう場所に埋め立てて作られるかなと思ったら60年前からある基地の,、うん、そのキャンプシュアブっていうのの,の沿岸の部分基地の沿岸の部分を埋め立てて作るのであそこ別の基地になる,なるわけじゃなくて、うん、キャンプシュアブの中に統合されて、うん、一体として活用されるので新基地じゃないですよっていうのがまず一つっていうのも、はい、ちゃんと議場で説明してます。はいはいはい でもう一つは、うん、えっと仮に新基地それを新基地と呼ぶんだったら、はい、例の,あの那覇軍港の浦添移設の方がむしろ新基地として批判されると思うところですがそれはマスコミも含めてほとんど批判しませんと。確かに、はい、那覇軍港を浦添に移設するんですけど、うん、そこを埋め立てるんですけど、まあ、あのそこはあの今の玉木デニー知事さんとか、はい 前の長知事ととかかてて言ってるかっるいうと、うん、あの港湾内の移動ですと「新基地じゃありません」とかって言うんですけどただそれは同じ美しい海を埋め立てて、はい、新しい米軍基地を建設するっていう意味で <laughs>、うん、皆さんが新基地辺野古新基地って言うんだったら浦添も新基地っていうふうになるでしょうとその確言うそこはおかしいんじゃないですかっていうのも。 それも記事に載らないじゃないですかその話も。で例えばじゃあ私が今話したらですねこういう反論が来るんですよ。それは民民意意の違違いいだだよとががううんって反論あるつまり浦添は受け入れを容認してるじゃないかでもこの辺野古の場合は県民投票で反対っていう民意が出てるじゃないかと。 だから新基地なんだだからダメなんだっていうことになりますけど、うん、で私がその議場で言ったのは仮にそういうロジックで反論があったとしても、うん、同じ美しい海を埋め立てて新しい米軍基地を建設すること自体への批判についてそれ自体については一方,のひ一方には、えー、口をつぐんでしまって、うん、つまり浦には何も言わない、うん、だけど辺野古には言うっていうことになると、うん、その 美しい夢を埋め立てて新しい米軍基地を建設することに反対というそれ自体の反対の説得力がなくなるんじゃないのっていうのが私の言い分なんです、ね、ーんだから民意の違いっていうのは説明できたとしても、うん、じゃあ民意が違かったら民意が。 一定程度オッケーだったら美しい海を埋め立てて新しい米軍基地を作るっていうのもじゃあよしとするわけねというふうになりかねないんじゃないですか。はなるほど。それって説得力に欠けるんじゃないですかっていうのをまあ言ったわけなんですね。まあそれはもうちょっとのせて惜しかったなっていうのがあります。<laughs> 全然乗ってないですね <laughs> で。乗ってないですね <laughs> で。であと一個で行ってまあちょっと CM かなと思うんですけど、もう一つはあの。うん 民意って言いますけど、はい、その民意の尊重っていうのもまた難しい話なんですよっていうのを私は切り出して言ったのがですね地元中の地元である辺野古区は、うんはい、辺野古区っていうのは名護市の中で行政区としてあるわけですけどもはい、はい、その辺野古区は移設を容認していますよと。うんはい これはご承知の方も多いかもしれませんが、うんえー、辺野古区はもうその移設の受け入れを、うん、もう区,区の中で決議もして、はい、もう受け入れは案の容認をしています反対してません、うん、でもう一つこれは結構知らない人も多いかもしれないんですけど、はい、県民投票というのはさっき言った県民投票って実施されましたねいわゆるその埋め立てとか辺野古に 移設工事建設することに賛成か反対かっていう趣旨ですけども、はいえー、実はこの、えー、県民投票を実施するかどうかっていう以前で揉めたの記憶にあると思うんですけどうん、うん、首長がとか議会がこれは必要ないと必要ないというか、うん、多分あの思いは結局やっぱりさっき言ったみたいに普天間の移設新基地建設って誤解してる人もいれば。うん うん、ちゃんとそのキャンプシャーブ統合が今現時点で普天間を返すための策なんですはい、はいこれがで。これがこの返還合意を破棄してしまったら、うん、普天間の返還っていうのは一旦なくなってしまうんじゃないかとかそういうちゃんとした説明とかあるいは選択肢を3択にするか4択にするかとか揉めたの覚えてますんかあのどちらでもないとか分からないとかを入れるか入れないかみたいなんかそういうのも揉めたりもして。はい やっぱりあのその県民投票っていうのではやっぱりそれはあのこれはかれるもんじゃないんじゃないのとかまあそういう趣旨もあってあのするかしないかって揉めた時があったんですけどその時にですね実は辺野古区はどういう意思表示をしたかというと県民投票しないでくれって県民投票の実施について反対っていう決議をしてるんです。 もうあの移設はこちらを容認してるから県民投票ってやったらまたもう区民が分断されるということもあったんでしょうそういうこともあってか県民投票の実施に反対っていう決議をしてるんですねこ古国は。でこれは一応新聞にも載ったんですけどはい、はい、あんまりこう知らない人も多いと。だから私がが議場で言ったのが、うん 重視すすべき地元辺野の民意がが反映されてないといとう現実がありますつまり県民投票反対って辺野古区が言ったら、うん、本当は地元中の地元の,この県民投票しないでくれっていう意思も本当は拾って何、はい、でしたくないんですかとかいろいろ会話とか対話とかもできたかもしれないけど全くスルーですよね、はい、辺野古区は反対しやらんでくれって言ったのにもうご了承して進めたわけですから。うんうん まあご利用しというか別にして一応現実的にもやってしまったわけですね <はい S 1> でそして辺野古国もその移設自体にも容認しているということなんですけれどもまあ県は反対して裁判を起こしているとだから重視すべきである地元辺野古国の民意が反映されてないという現実がありますと民意の尊重が重要であるのに辺野古国の民意は尊重されているのか地元の民意を それより大きい主体の別の意見で蓋をしてしまうという構図はまるで現県知事が批判している国の対応と重なって見えてしまいますという私言いましたこれはあの今言ったみたいに県民投票で反対だ県知事が反対だから辺野古区の民意は容認かもしれないけど県としては反対するんだというそういう。 主体の別の別意見で負担するという構図がまるで国全体は衆議院で自民党の政権だから県が反対してるのに国はひどいじゃないかって言ってるその姿と皆さんが辺野古国に対して民意を尊重していないっていうのは 重ねててて見えししまいまいいすよっっうちょっと私は批判した確かにねちゃんと辺野古区の意見聞いてますかと、はい、は辺野古区民と膝を交えて話してますかとうん気になるいうことなんですよねまあそういうのを言いました、はいまあ、そういうのをいくつか言った後にまあこれも <laughs> 当然記事には載ってないわけですけど、はい、まあ私はちゃんとそういう事実関係をまず整理した上で、うん まあ話したっていうことですね。はいはい、あとちょっと後半もですね。はい、じゃあ、その県民投票の結果を尊重すべきだっていう発言も私したんですね。してますね。で、これをどういうことかっていうの、をちょっと後半。なるめしようかなと思ってます。はい、はい、じゃあ、一旦 CM エムです。はい、公益社団方針宜野湾青年会議所では、子どもたちの困りごとを。地域や社会で支えていくために、支援団体を応援しています。 一緒に子どもたちの支援を支える協力サポーターになりませんか興味のある方は宜野湾青年会議所のホームページを検索今ライブ配信が熱い好きなことをライブ配信して稼いでいる人がいますスマホ1台で配信ができて簡単さらにいろんな人と交流ができるライブ配信に興味がある方ライブ配信で検索してみて法人個人問わず代理店も大募集まずは検索 ヒートのお昼前パーソナリティのギノ能ン市司会議員小屋仁志と,と申します日頃の議会の活動から地域のイベントそして頑張ってる皆さんの情報をお伝えしていきます皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてますどうぞ皆さんヒートのお昼前よろしくお願いします将棋の盛んなちノ能ン市に将棋道場が誕生しました将棋を楽しみたい方本格的に強くなりたい方一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか 豊田杯、将棋沖縄リーグ参加者募集中土曜トーナメントも開催中弾丘は飛びませんぜひご参加ください豊田塾宜野湾将棋道場で検索何食べたいお肉 <laughs> 牛角カルビとダブルタンボ黒糖サスバター牛、うん、美味しい <laughs> ラーメン食べるかラス食べたい美味しいやってる牛角牛角宜野湾店好評営業中 さあ沖縄プライム後半戦、えー、今日は収録ですがなんか熱い感じになってやっぱ面白いですね <laughs> 奥隈さんそうですね今日は奥隈さんがですね実は議会で述べたことが新聞では、うん、えっとなんていうのかな、うん、あまり伝わってないっていう,そ,う、ねはい、それを特集してます解説ですじゃあ後半に行きたいと思います、はい、じゃあさっきそのの記事の中で えー、県民投票の結果を尊重すべきだと私が言ったと政府は県民投票の結果をす、はい、尊重すべきだとはいはい、はい、であの一番記事の後ろの方ではなんかもう、うん、党の方針に反するんじゃないかみたいな批判がありますよとかはいはいはいっ言いましたけど全然違うよと、はい、そ,そんな意見も僕聞いたことないし、うん、あのまずそもそもそうじゃないっていうことでその。 ちょっと引用するとその小座南條小座市長がもうまあ反対っていう言葉を使ってますよとただしやっぱり現実的にはいろいろ考えないといけないみたいな趣旨で、うん、発言してますと、はい、じゃあ,あの小座市長って確か自民党の推薦取って、えー、市長選出たと思うんですけどじゃそれって小座市長はに推薦与えたことは党の方針に反するのかなっていうと違うと思いますしじゃあ自民党員も。 党の支持者もみんな小座市長を応援したと思いますけど、はい、じゃあ党の方針に沿ってない小社市長を応援した人たちはみんなじゃあ党の方針に反してるんですかって絶対そうでもないし <laughs> はい、はい、というのもありますしそして今からちょっと説明したいのは県民投票の結果の尊重って何ですかっていう話をしたいと思うんですけれども実は県民投票が終わった後に奈良、うん、市議会で意見書が出されまして。うんほいほい 県民投票の結果を尊重しなさいっていう趣旨の意見書が出たんですねはい、はい、でこれは、えー、二来会派といって、うんまあ、社民党さんとか社大党さんとかが入ってる会派とあ,はい、はい、あと日本共産党さんの会派が提案那覇市議会で提案した意見書があってですね、はい、このタイトルが「県民投票の結果を尊重し、えー、辺野古の埋め立て工事の即時中止」。 そして新たな米軍基地建設を断念することを求める意見書というのが出されましてえこれも文字通りなんですけど要するに県民投票の結果を尊重するという意味尊重するイコール工事を中止してえ基地建設を断念しなさいということでそれをやれという基地建設を断念せよという意見書なんですけどこれなんとですね那覇市議会ではえと賛成少数で否決されてるんです、えー、まあ,ある意味、これ、那覇市議会の民意でもあるんですけど。 これダメですというふうふになりましたでなぜダメ,だダメだというふうになったかというと、うん、対案というのが出されたんで大体、ねはい、意見書っていうのがあのこういう意見書を出したいって言ったことに、えー、それに反対する場合は、えー、ただ反対するっていう場合もありますけど、はい、対案として自分たちはこの件についてはこう思ってる逆にこう思ってるんだという相対する案があるときに考えがあるときには、うん、対案っていうのを出してを出して。はい それをこう2つ測ってですね、うん、どっちがいいのかっていうのをこう戦わす時があるんですけどその時にですね私、まあ、出されたっつっても実は自民党会派が提案した意見書が対案として出されましたはい、はい、でこの対案を作ったのは私なんですけど、はい、で私たち自民党会派が作った意見書はですね、はい、県民投票の結果を尊重し、うん、一緒ですここまで結果を尊重しろと、はい、じゃあどう尊重するかっていう,のっていうと 尊重し普天間飛行場の危険性除去およ、はい、び一日も早い運用停止、うん、返還を求める意見書というのが<ー>逆にこっちが勝ちましたこっちが賛成多数で可決された意見書ですはい、はい、これが市議会の民意ですはい、はい、でここにはですね工事を即時中止しなさいとか、はい、建設を断念しなさいっていうことは書かれてないわけですよつまりはいはい、はい で私たちは県民投票の結果を尊重するというのはどういうことかというのを、うん、まあちょっと問い直した内容になってまして、はい、でもその中でも私もちょっとこだわりを持って込めた文章があるのでそこを紹介しますと、はい、これ自分で作ったので紹介しますと、はいえー「県民の思いを日米両政府はしっかりと汲み取り尊重すべきである」と書きましたそして県民投票の結果を受けてつまり反対が多かったですよね、はい、この結果を受けて 政府として何ら政策に政策や方針に反映させないということは決して許されず<ー>県民の切実かつ多様な意見をすべて受け止めた上で、うん、日米両政府は行動すべきであるというふうに私書いたんですよ。でここはもう一応裏話なんですけどもちょっとラジオで言っちゃうと、うんはい、結構公明党会派の議員の皆さんここに共感してくれてですね。うん、あこれ 自民党から出すんだったら乗るよという感じでですね公明党さんも中立会派さんも乗ってくれてこれがまあなあ市議会の,あの要するにまあ,ある意味賛成多数の意思でもあるわけですよで。でこれ何を言いたいかというと反対が多かったですよとでも実際に政府はスルーしたわけです。それれはは違うでしょうっていうのはこれ私 の意見だけじゃなくて私たち自民党会派の意見なんですよこれを受け止めてしっかり反対が多いんだからじゃあどうするか考えてほしいっていうのをあの政府に投げかけたわけですよ、うん、何もしないっていうのは違うでしょうん、うん、何か考えなさいよあんたたちもと、うん、これはあの沖縄の自民党としてやっぱ私はプライドがあると思ってそれに私たち自民党那覇市議会の自民党会派もあ、うん、の乗ってくれたんじゃないかなっていう思いますはいはい、はい でじゃあ具体的に何をというのがやっぱ自民党として問われると思うのでうん、うん、実は私があの令和2年にですね、はい、自民党の当時青年部長をしてたので、はい、令和2年6月19日に防衛副大臣にに要請書を渡しし行きましたお<ー>県民投票終わった後に、はい、よいしょよいしょと投票まで行ってお<ー>その要請書の中の一つにですね、はい、こういうのを提案しました。普天間飛行場の、はい 12年間限定の仮移設による前倒し閉鎖を検討することというのを要請しましたこれはですね読みますと普天間飛行場のキャンプシャーブ統合計画現行計画は、えー、よく12年の工事期間を要するとされていますというふうになってるんですね12年埋め立てかかるとで工事期間中は別の既存の基地内への仮移設など、うん、そういったのをいろいろ検討して えー、普天間飛行場の前倒し閉鎖に向けて米国と協議してほしいと,、うん、えといわゆる移設返還合意である以上移設工事を中止するということは、はい、普天間飛行場が返還されないことになってしまい、うん、工事を一時中断すればその中断した日数分だけ返還が遅れ宜野湾市の上空を米軍機が飛び交う日数がその分増えることになるものと危惧していると。うん これはもうここには書いてないですけどだからやっぱ止めるってことはできないんだけれども止めないけれども12年間ほったらかしは違うでしょうとうまた大学にヘり落ちたらどうすんのまた窓落としたらどうすんのとん12年間何もしないんじゃなくて例えば別のところに一旦移しといて辺野古の工事があ終わったらそこにまた移して早めにこうとにかく クローズするのがギノア市の上空をオスプレイが飛ぶ日を一日でも減らすことがあんたたちが考えることじゃないのというのを言ったわけですよ。という趣旨の要請書を、うん、自民党県連の青年部長として私これ出したんですよ。でこれの時も記事にも載ったし両親、はい、にも載りましたこの時新報タイムス」にも載って、うん、で褒められましたよ「うん、まあいいと思う」って山内さんも言ってくれましたけど。はいはいはい あの自民党も褒められましたし,し、うん、でその時ちゃんと県連にもこれ要請書上がるからねってちゃんと言ったんです、うんはいはい,はい。だからさっきの意見書もそうですし、はいはい、県民投票の県民投票の結果を尊重してくれというのも別に党の方針に反してないし自分もちゃんと議会市議会の自民党会派としてあげたしはい、はい、でこの要請書も例えば何かと聞かれるから。うん、例えばじゃあ 県民投票の結果の尊重って何よと言われたらはい、はい、つまり県民投票の結果って、うん、え矛盾してしまってる複雑な県民感情が表れてると思いますつまり辺野古の埋め立てとか工事反対ですよと、うん、でも反対したらどうなるかというと、えー、日米の合意を破棄してしまったらもう普天間の返還って約束がなくなるその瞬間に。そしたら米軍は 普天間使いい続けたいかもしれん、うん、そのの時が一番最悪のパターンだからやっぱ変換しないといけないだけど県民ってじゃあその辺野古移設反対したからといって普、うん、天間変換を諦めてるわけではないじゃないですかだから結果と本当の思いっていうのがずれてないかっていうのが自分の意見、うん、でだけど県民の感情としては、うん、辺野古もいやだけど普天間も変換してくれっていう、うん、この両方なんですよ。このの両方の複雑な 県民感情に応えるために、うん、政府努力しろと努力しゃだけじゃなくて沖縄の自民党員として何か提案できないかなと、うん、何でもいい何かとにかく提案をするとい,い,い,、はい、いうことで今回その今回というか2年前に私が青年部長として提案したのがこの仮移設っていうのを探してとにかく別の選択肢がないか,かうん、うん、探し続けてほしいとあだから唯一のあれではないっていうのはそこですかそうですそうです あのね、その文章をちょっとこうまとめたのはですね、はい、あのちょっとこう硬い表現にはあのなりますけど私があーその述べたのがですね今言った「唯一の選択肢と言うな」っていうこの記事の部分ですね、はい、だからそれ,、はい、それだけ載せてるんで誤解がちょっと生じちゃうので、うん、私の趣旨は。はい えー、政府が唯一の解決策と言ってしまうことは、うん、埋め立て作業が終わる12年間の間政府自民党は普天間の危険性事件について何もしないんじゃないかと、うん、思考停止状態になってしまってるんじゃないかと県民に誤解されないか心配してますと辺野古移設は普天間を返還するために日米で約束された唯一の解決策じゃなくて、うん、現時点での解決策であるから。はいはい 返還合意を破棄することなく移設作業を進めながらも、うん、最後の最後まで複雑な県民感情に寄り添い県民投票の結果を反映させ、うん、他の解決策がないのか新たな提案はないのか別の選択肢はないのか例えば仮移設場所を探して前倒しで返還することできないのか、うん、県内国内国外問わず 他のの方法がないのか政府は最後まで諦めずに探し続けてほしいと要請したのがこの令和2年の防衛副大臣に要請した私の青年部長としての要請ですよとだから今後は唯一の解決策と言わずに現時点での解決策と表現して最後の最後まで諦めずに他の解決策を探してほしいっていう趣旨ということなんです。はい これでもあのー、すごく反対してる方でも辺野古辺野古反対して止まったら普天間帰ってこなくなるよって結びつけてる人は<う>、うん、少ない気がしますよっぽどの活動されてる方とかは別だと思うんですけどうん、うん、いわゆるこのライト層というか。うん それで、いや、辺野古も反対だよって言ってる人は。これ、プラスで普天間も帰ってくるわけではないよっていう。要するに、辺野古反対したら、うんうん、普天間も帰ってくるっていうのは大間違い。の考えだよっていうのは、うんうん、多分分かってないですよね、うんうん。なんか、やっぱ、そこは別で分けてるというか。うんうん、あの、普天間が帰ってこないっていうか、まあ、その。一旦、日米の合意と、違うことになるっていうのは。あの、意識し。 そこまで考え,考えてないというか、はい、結びつけてない人もいると思いますやっぱり思考が絶対分離されてますよねうん、うん、そうそうそうこっちも嫌返還、うん、もしてほしいっていう、うん、やっぱりこれが純粋な県民の思いだと思うんです要するに最初言ってた基地反対っていうのはそこですよね普天間もいいや辺野古もいいや当然これは県民としては、うんうんうん、みんなそう,そう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  これはやっぱ日米の合意とかそういうのを考えた時にあれこれって合意だからこれ,にこれがダメってことは普天間の返還合意がなくなってしまうってことだよねはい,はい,はい,はいそうするか,かんそう考えるか考えないかはその政治家の判断ではありますけれども私はそういうふうにあのやっぱ考えちゃうんで。 そういうふうな結論になるのでやっぱりその他の案がじゃあ、ね、米軍をやっぱ納得させる交渉が必要ですし別の解決策をやっぱ提示しないといけないというだけど工事ストップさせたら、うん、これ鳩山政権の二の舞ですよまた沖縄を混乱に陥れてさっき言った工事中断するってことはその,、えー、その中断した日数分だけ返還が遅れて。うん ギノワ市の上空を米軍機が飛び交う日数がその分だけ増えることになるかというのを危惧してるのが私の意見うんうん、うん、でもギノワ市民は多分そっちなんですよ、うん、危惧してるんですよこれだから今回知事選で、うん、先ほどさん負けましたけどうん、うん、また普天も帰、ねねま、ってこないねっていう感じなんですよ返還、うん、いつになるのもうこれ帰、うん、ってこないんじゃないのっていう,うん、うん あ、確かに宜野湾市民はそこ直結する人多いかもしれない、ね。そう、そう、そうなんですよ、本当に。今回の選挙結果もね、うん、佐喜真さんが宜野湾市分勝ったんですよね。はい、はい、名護も勝ってます。しねで、宜野湾市長も、やっぱり今回容認の立場ですよね。ですね、あのは。はっきり容認って言ってます。から、ね、で、ものすごい大差つけた。うん、そうですよね、だから、辺、辺野古だめってことになったら、宜野湾市民は。あ、じゃ、また変、また変換されないのか、っていう感じ。そうそうまあ、少なくとも、また伸びるのかなんですよね。あ だからそこはやっぱりすごい失望というかうん、うん、この要は局地によってやっぱり民意というのは違ってくるっていうのもすごい感じましたし今日の話では。さっきのアメリカ、えー、日本政府がやってるのも一緒だよっていうのも感じるしその辺を。 は言わないないいっていうのも感じましたねだからこれはやっぱり引き続き続問題だ,なと、うん、だから今回はね多分その自分がその城間市長と融和ムードを作ったんだという捉え方の記事でそこまで取り上げなかったとは思うんですが、うん、まあ私の真意を分かってもらえたら、うん、なんでそういうちょっとあの思い切った発言をしたかっていうのが少し背景として。 見えてくるんじゃないかなと思うだから奥間はこんなこと言ったんだなと、うん、残念、はい、ちょっともう時間になってきたんですけど、はい、これもっと本当は話したいねこのあのー、記事の意図とかもね本当は話したいんですけど、うん、まあそれはまた時間ある時にやりましょうか何、はいはい、でこんなやってちょっと奥間さんが、うん、自民党に反旗をひすじゃないけど。うんうんうん ちょっとね跳ね返りみたいに書かれてんの、はい、みたいな。今回一般質問で結構こういう趣旨を話したんですよ。でも全然溢れられないしさ。<laughs> <laughs> かこれ知らないと新聞記事だけ見たらみんなえってなるんで <laughs>、うん <laughs>。この跳ね返りがいるなって思いますよね。ぜひねまあ、うん、今日のだからラジオは言えてよかったです。よかった良かった。はい沖縄プライムお時間となりました。今日もねすごい見習う話だったかなと思います。ぜひ感想もお寄せください。 えー、おくまさん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございましたはい、えー。沖縄プライムまた来週さよなら